あーいいね、はい。でまあ、ちょっと右の方がまた、うん、その縮みっていうかね、うん、あの短くなってますので少しこちらを大きく伸ばすようにします。そうなんですね、いきなり大掛かりです。よーし、よーし、伸びてるよ、はい、伸びてる伸びてる。おー、大丈夫です、いいですね、はい、伸びてる、息をね止めないようにしよう、息止めたらダメね、はーってした方がいいですね、息がね、あーすごい、いいですね、これはすげー伸びてる、はい、うわー、わかります？そう、はい、そうなんですよ、そういうことなんですよ、そう、いいよね、そう、そうよね、笑っちゃった、笑っちゃいますね。あーすごい、腹式呼吸なんですかね、声がすごい響きますよね。多分誰でもこれやられてたら、いやそうでもないですよ、どうですか、でも声大きいと思います。ごめんなさい。いえいえいえ、いいと思います。あーすごいわ、お、私、あ、そうね、はい、ちょっと股関節の調整といいますかね、うん、はいはい、結構ね縮んでると思うんで、はい、なんかプール連れてったりとか、はい、公園で走り回ったりとか、はいはいはい、私股関節に来る派なんですよ。あ、はい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 、膝がオスグッドだったんですよね、そオスグッドシレンダー病、はい、女性はやっぱり股関節に来やすいんですよね、出産とかもあって、はい、いや結構出産前から、え、前から股関節、あ、そうなんですね、じゃあ出産でより悪くなったとかってことはない、ないと思います、あ、じゃあ同じくらいで、はい、じゃあ経過は良かったんですね、はい、ああ。強いですね、前ももがあんまり伸びが良くないですね、ああ太ってるからじゃないですか、まあ無関係ではないと思いますけど、そんなにでも体重変わったんですか、5キロぐらいは多分、ああそうなんですね、絶対これ自分じゃ伸びない、うん、まあそうですね、ところを伸ばしますもんね、はい、まあ鉄棒とかで足を膝で引っ掛けて、うん、で逆さに下がれば伸ばせるかなとは思いますけど、うん、鉄棒のとことか、はい、やってみよう。気をつけてくださいね。でもやっぱりちょっと頭に血が上っちゃったりするから、そんな楽な状態ではね、言ったら30年、はい、30年は言い過ぎか、はい、20年ぐらいはそれはしてないですもんね、はい、あ、そう、なかなかねないですもんね、うん、大人になったら。で今こういうことやったんで、むしろ右のが長い状態になりましたよね、で左側もやっていきますね、大丈夫ですか、はい、はい、ちょっと伸ばしますよ、そう、うわ
じですね、はい、こんなね、はい、この背中伸ばしてもらうの、はい、自分のひねりじゃ あの加えられない力が加わりますもんね。そうです、ね、すごい、あ、いい感じ、そこですわ、はい、そこあると筋がピキンってなってる感じがする、はい、であまりやるとも、うんうんうん、グキって言っちゃうんじゃねえかなぐらいの、あ、大丈夫か気のせいか、いや、まあまあ、影見ながらやってますので大丈夫だと思います。いきなりバッていったらね、危ないですけど。じゃあもう聖子さんに委ねられてるってことですね、私の。そうですね、もうこれでイラッとされたらグキってやられるみたいな。そんなことしないです、大丈夫です。怖い、そんなのやめてください。ちょっと辛いですか、ね、そうですね、うん、あ、そうか、息止めてた、間違えた。ふう、でも気持ちいいですよ、はい、いた気持ちいいというか、はい、脱力しながらやられるマッサージって最高ですもんね。そうですね、自分じゃ絶対できない、はい、そうですね。タオルかけてないんで寒かったりしたらおっしゃってくださいね。なんなら暑いぐらいですよ。暑いぐらい、すごいですね。そこです、うん、あ、そこやるとそこ、あっちがね、そこやるとあっちがね、はい、そうそうそう、そこやるとあっちがね。あっちってなんですか。あっちってどこですか。そう、そうですね、いいですよね、はい、うん、なんか骨と骨の、はい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 、骨と肉の、隙間を広げるような、うん、なんかリンパマッサージみたいな、そう、なんか流れていくようなイメージ、はいはいはい、いいですよね、はい、あ、そうそう、そこやるとそっちだね。そうですね、うん、ちょっとここ詰まってるなと思うので、なるほど、少しかけますね。悪いやつらが詰まってるってことですか。っていうか、まあ、物理的にその骨盤が上がってきちゃってる。ちょっと待って、痛い。あ、すいません。大丈夫です。すいません。なんて物理的にこう骨盤が上がってきちゃってるっていうことなので、はい、それをちょっと下げてあげた方がいいなっていうことですね。大丈夫ですか、痛みますか。うん、痛い、息止めてた。痛いです、痛いですね。あ、ここ痛いんですね。あ、すっごい、そこやるとそっちね、うんうん、すごい、あ、響きますね、はい。
そこをやってると、はいはいはい、ここがここら辺がなんか、はいはいはい、なんていうんですか、クイーンみたいな。はい、聞いててこう広がりが出るような感じになってるんですかね。はい、痛い、はい、あそれね、多分ここよくないんで詰まってるんで、はい、そこが感じるのであればうまく作用してると思います。悪いところが痛むってことですね。そうですね、簡単に言うと、はい、トリガーポイントって言ってその皮がんになってるところなので、それで関連痛が関係しているところが、まあ、痛みが広がったりとか。なるほど、はい、うー、あー痛い、うん、そうね、いい感じ。結構ここ緩めてあげると、うんうん、足の辛さも楽になるので、はい、今こう足が突っ張るっていうのを、うん、のこと腰回りが良くなくて、うん、足までやると左側が痛いです、はい、あ右側だ、右側に来る、はい、左やると右側が痛くなるんで、はい、あ必ずしもそうじゃなくて、うん、その方の状態によって。あそうなんだ、はい、わそこすごいわ、はい、そこすごい、わ響いてる響いてる、不思議なぐらい響きますね、はい、おお、いいですね、はい、いいね、いいよね、来たね、いいよね、うん、おお最高ですね。よかった、ほぐれてきましたね、うんうん、押されての痛みはないの、うんうん、なくなった、はい、でうまくこっちでほぐれたのであれば、こっちをちょっと押しますね。大丈夫ですか。はい、気持ちいいです。はい。あ、跳ね返しちゃう。ちょっとね、こりってなりましたね。こ結構硬いですね。思わず、おお。息止めがちだけど。ちょっと叩きますね、はい、はい、はい、失礼します。改めて押してみますね。あーすごいですね。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。